うわ、出た出た、ユーリカービィ。俺が今まで戦ったカービィの中で一番強いと感じたカービィ。この上位カービィ来たよ。もうこれから始まるんだよな、こいつは。この火力が高いんじゃ、 86% ってさすがにヤバすぎだろ。うわ、ちょっと待って、ヤバい。危ねえ、ギリギリ届いた。このカービィっていうキャラだからね、見てる分にはそんなに強さが伝わらないんだけど、実際に戦ってるとマジヤバいっていう、この上位カービィ。でも今回はもう出回しろや。今回は僕が勝つよ。なんて言ったって俺も、え、つか俺って上位勢なの？てか上位勢の基準って何？俺ってぶっちゃけ上位勢。あー、やばい。ちょ、ここでね、即場できないと俺も負けが確定が確定するんだよ。もうこれ食らう前に、あ、まあまあまあ、安い方安い方。ちょ、そろそろバーストしていかないとね、これやばいんだよ本当に。あー、もう大砲うぜえ。これコピーされると強化されるんだよな、大砲。この、こう殺そう。やめろやめろやめろ。ねえ、もうお前感性がせこい。はい、落としていって 108%。 これ全然あるよ。 108% だったらもうコンボも食らわない。いや、でもこれ勝てるわ。なんか勝てる気がする。いや、なんかいける気がする。この前戦った時の絶望感がない。なんか知らないけど、おい、それしゃがんでよけんの腹立つからやめて。やばい、これまた 80% ぐらいいかれる。あ、なんか 48% で済んだ。これ何なの、あの 80% 食らうときと 40% ぐらいで済むときの差が。俺同じ出し方しかしてないつもりなんだけど。さあ 74% 対 45%。 ちょっとここはね、ストック生成したいんだよな。大体こいつをやるときの負けパターンって、ストック生成されて相手もね 100% くらいでもう撃墜体ではあるんだけど、そのまま撃墜できずに先にコンボされて、そのまま俺がダメージをあの稼がれて負けが確定が確定するみたいな、そんなんばっかだから、これストック生成するのが勝利条件。やめて、来い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 。オッケーオッケーオッケー、リセットしていく。この悪い流れを全て今断ち切った。こっから流れが変わる予感がする。いや、でもやっぱね、この前初めて戦った時のあの絶望感がないんだよね。これはもう完全に俺のデータの収集が進んでるってことか。このパーセントはコンボ注意。待って、一気に 80% くらいいかれっから。え、なんで俺が落ちてんの。おい、コピんなよ。まあ、こいつ雑草みたいに大砲乱用してこないからいいけど、そこだけは。あ、ちょ、受け身がねえ、その痛みやめて。あ、また来る。オッケーオッケーオッケー。とりあえずここ生還果たして、うーわ、そうなんだよな、これ流れで一気にいかないと、ダラダラ戦ってると実力差とこの相性の差が顕著に出てきて、一気にね持ってかれるんだよ。ここ先制したい。何それ、怖いからやめて。さあ、お前早く大砲吐き出せや。あー、やばい、怖え、この崖。さすがにね、さすがにそんな古典的な復帰阻止には引っかかんないよ。うーわ、それで死ぬの、やばいな。これコンボ食らう前に撃墜しないと負け確定が確定する。もうレバーガチャしっかりしろやん、ユンケン。あー、もうやばいって、それなんで。オッケー、バチコリメテオ全然ある。 35%、 これほぼゴブと言っていい。なんか勝てる気がする、これマジで。 50% 対 0%、 50% ちょうどいいね。こんくらいならコンボも食らわないし、一気に風返ることがない。この空前が、空前がいいね。これもう相手ももう単発でしか与えられなくなってきてる、ダメージ。これ一気にもうダメージ風返ることないから、だから今これ実質俺勝ってる。43%対、あ、まだか、ここ仕留めよう。え、よし、勝っていく。あ、美味しいね。よし、ここ勝ってやめる。ここ勝って戦闘力美味しくいただいて、2先も勝って完全勝利して、俺はもう立ち去ることにする。あー、このスタートまずい。やばい、これ
高いやつだ。ちょっ、うわあ、もう飽きるかよ。本気出してきた。やばいってこの展開は。こいつ相手にぶち切れてるもん、プレイが切れてんの伝わってくる。プレイから俺ぶち切れたけどね、今のワンキルで。とりあえずこれこんくらいでバースできればまだ5分戻せる。ねえもう怖い、コンボやろうとすんのやめて。コンボ始めようとすんな。やばい、なんかここに来てこの前初めて戦った時のあの絶望感が来てる。攻撃が当たる気しない。あの上位勢特有の、あ、やべ、コピられた。ちょ、コピになって、僕の能力ねえ、てか俺って上位勢なの結局。えっ、はあ、負けが確定やんこんな。あ、そういえば俺あのカービィといえばね、実は俺ボクシングやってて、ちょ2週間後ね、あの大会で試合なんだけど、それであのマイナス5キロ減量しなきゃいけなくて、割とねだいぶ痩せてきてて、今もうマイナス4キロくらいまでね痩せてて、割とね体も絞れてきたから、この前鏡の前でね、あ、昨日鏡の前であの上裸でね、俺の顔写真と普通に体の写真を撮って、その写真がいい感じだったから、 X とインスタグラムにねフォローしてくれて、特に限定でねあのアップしたら、なんかその投稿がめちゃくちゃバッ。これ3先ね、マジ 2先だと尺足りねえから。俺あの前スマとかでもやっぱ決勝戦は3席じゃん。だこれ普通に3席が当たり前だから基本だから、オンラインマッチとか VIP マッチとかで連戦するときはもう3席が基本なんで、まあ、だから今1対2でね負けてるんだけど、まあ、ここからね2連勝してあの3席も勝って戦闘力もおいしくいただいて、こいつとの格付けを完了させて、俺はもうあの退散する。魚民へ、あ、今日は鳥貴族か。でその後はあのカラオケでオール、歌広でオール。ねえそれやめて、その上位勢のキンクルがやってくるあのやつやめて。ここから、あ、くっそ、 110% で 70% これ言うて5分ねえ、今掴めてません。いや怖い怖い怖い。これは大外からいい感じに帰ってきて奇跡の成果を果たす。これどっちだ。ねえこいつさ、なんかえ、あるあるある、 131% バース、ここに来て初を生成する展開。このはこのストック大事にしたい。もうこのストックで肩をつけるくらいの勢い。当たってないって今の。そのストーンはね、それはさすがに、その舐めた復帰措置はさすがに食らわないよ。えっ、はあ、今何で死んだ俺。ガードしてんねんけど。ああもうやばい。あ、オッケーオッケー、これなら大丈夫。あの 80% コースじゃなければ大丈夫。なんならこのパーセントちょうどいい。もうほら相手もこのパーセントになると単発しかダメージ与えられなくなるから、一気に火力稼げない。こうなった時に俺が勝つ確率は 100%。 え、うわー、カーリー取ったー。今の完全に相手が油断したところ、一瞬の隙を刈り取ったね。さあ最後の戦いを始めよう。ドキドキっていいねこいつ、戦いを楽しんでやがる俺と同じで。そしてこれルールは俺のルールのニスト、いいね。このルールがね割と勝敗を分ける部分あるから、これいけるぞ。とりあえず最初はコンボ警戒。あの初めて戦った時の絶望感が嘘かのように世界が澄んで見える。今の俺ならいいよ。これ完全に今立場が逆転してる。多分あいつは今この前俺が戦った時に味わった絶望感を今まさに味わってると思う。俺なんか覚醒しちゃったかもしんない。よう久しぶり、大マジ元気ピンピンだよ。はい、カリ取っていく。そういえば俺ね、あの2週間後にボクシングの大会があって、で今ねマイナス5キロの減量しなきゃいけなくて、割とね減量頑張ってて、今ねマイナス4キロのところ来て、あと1キロのところまで来てるんですけど、なぎ割とねもう体引き締まってきて、なんで帰れないのこれ。それでも割と引き締まってて、痩せて顔とかもねイケメンになってきたんで、この間昨日かあの鏡の前でジョーラでね、あの自分の顔と上半身の写真をね撮って、 X とインスタグラムに減量中ナウみたいな感じでフォローしてくれたりの限定でアップしたところ、その投稿がめちゃくちゃバスって 95%
75万いいね、75万リプコメントくらい来てて、リプとコメント内容もエクスタシーさんボクシングやってるんですとか、エクスタシーさんの試合見たいですとか、エクスタシーさんの上半身裸セクシーすぎとか、エクスタシーさんの乳首な、あ、まあこれはまあちょっと紹介しないでおくんですけど、まあそんないろんなねコメント来てて、やばい、ちょっと待ってよ、ちょ待ってやばい、え、なんでこんな負けてんの俺急に、うわ負けた。はい、ということでこんなとこですかね。ちょっとねあいつに勝ちたかったけど、まあぶっちゃけもう勝てるわっていうところかな、次戦ったら。はい、であとね、皆さんもチポチポゲーミングという名前および、まあ、僕のねこのスイッチの名前であるアナヒロシーももうあと数日でおさらばですよ。はい、エクサシーにも近々戻るんで、みんな喜んでね。はい、ということでまだねチャンネル登録と高評価しない方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントね概要欄からして X と Instagram のフォローもいきますので、ドルル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 ル